NS ハルシャ展チャーミングの旅へようこそ。 NS ハルシャは1969年南インドの古都マイスールに生まれ、現在も同地を拠点に活動しています。近年インドの現代アートは急速な経済成長や都市化とともに国際的な注目を浴びています。ハルシャも世界各地で開催される国際展に数多く参加し、作品を発表してきました。その一方で、ハルシャは南インドの伝統文化や自然環境、日々の生活における人間と動植物の関係など、自らを取り巻く生命や日々の生活と真摯に向き合いながら、独自の立ち位置を確立してきたアーティストでもあります。本展では、1995年以降の使用作品を通して、インドの現代美術界を牽引するアーティストの20年間にわたる実践を見つめます。さあ、 NS ハルシャのチャーミングな旅を始めましょう。展覧会のチャーミングな旅は、ハルシャがバドーダーラーの大学院を卒業し、故郷のマイスールに戻った1990年代半ばから始まります。彼が通ったマハラージャ・サヤジラオ大学芸術学部は、インド独立後の機運の中で、英国植民地時代とは異なる進歩的な教育を進めたことで知られています。大学で世界の現代美術の歴史と新しい動向を学んだ後、マイスールに小さなスタジオを構えたハルシャは、自らの歩む道を模索し始めました。この部屋は当時のスタジオを再現しています。詳しくはハルシャ本人から聞いてみましょう。20代の初め、まだ大学に入った頃の作品のほとんどは他者と自分について考えるものでした。つまり自己の定義というか、何が自分に属し、何が自分に属さないのか、そういうことに関心がありました。同時に、自分とは相入れないものも認識する必要がありました。例えば、世界のアートの状況や、アートという文脈の中で語られる世界の歴史を知る上で、何が自分で、何がそうではないのかを知る必要があると思います。インドの歴史、また南インドの歴史、さらには自分自身の歴史や生い立ちについても同様です。さまざまな芸術作品と自分の世界観を比べてどう違うのか、あるいはどのような類似性を見出せるのかを考えてみる。初期の頃はこういった二元性に対する興味があったんだと思います。さまざまな場所から世界を見る一方で、自分にとってごく身近なものであるランゴーリーの砂絵や地域に根ざした大衆芸術にも目を向けていました。マイスールに住んでいる私としては、より広い世界と同じくらいマイスールにも関心があったのです。私たちは来て、私たちは食べ、私たちは眠る。この作品は、ハルシャが人々の様々な行動を描くきっかけとなった作品です。出産から死まで、人生の多様な段階が移動する、食べる、眠るといった日常的な行為とともに描かれています。伝統的なインドの彫刻に見られる反復を参照しながらも、この絵に描かれている人々は一人として同じではありません。三点一組の中央の私たちは食べの部分だけでも2年間かけて描かれたといいます。1990年代初頭からインドでは経済改革が進められ、
外国資本に対して様々な分野での投資が開放されました。南インドでも IT 産業が盛んになり、また2000年以降には農業にもその影響が見られるようになりました。この時期のハルシャの作品からは、マイスールを拠点にしながらグローバル化する世界とその影響や関係性を多角的に読み解こうとする姿勢が見られます。チャーミングな国家シリーズでは、様々なキャラクターが時間や空間を超えて物語の中でつながっています。作品のタイトルであり、開発を意味するデベロップメントという言葉は、1990年代以降、カーストや貧困とともに政治的指導者が好んで掲げるインドの新しいスローガンでした。このビジネスマンが象徴するように、経済の自由化以降、インド農村部にはグローバル資本主義が流入していきました。経済的な変化は、開発途上だった農村部を大きく発展させました。一方で、多国籍企業が持ち込んだ外来種によって、原種の作物が失われ、農村の風景や人々の食卓に劇的な変化をもたらしました。ハルシャは、このように身近に起こった事実を、作品の背景にある物語として描いているのです。ハルシャは2000年代に入ると、様々な人物を繰り返し描く方法を発展させていきます。人々は整然と並んでいるようでありながら、表情、仕草、感情、衣服などいずれも異なっています。学生の頃は表現主義的なスタイルで描いていたハルシャでしたが、次第に率直な気取らない方法で人々を描くことを模索するようになります。ここに演説をしに来ては、この時点でのハルシャの集大成ともいえる野心作です。全6枚のパネルに2000人以上が描かれています。そこには映画のヒーローや現代アートのスター、そしてそれぞれ特徴の異なるいつもの人々が実に驚くべき多様さとともに描かれています。彼らが世界中どこにでもあるプラスチックの椅子に座っていることで、その場がどこであるのかが曖昧にされています。ところで、この絵のどこかに像が隠れています。見つけられるでしょうか？全体と部分、集団と個人、反復と差異というのが、この作品以降、ハルシャにとってますます重要になっていきます。Come give us a speech, ここに演説をしに来ては、3年ほど構想を練ってから描き始めた作品です。まず頭の中で思い描き、そこから6ヶ月ほどかけて実際に描いていったんです。それは描くのが難しかったのではなく、描くことが毎日の習慣のようになっていったのです。そうなると、絵画を描くのではなく、絵画に自分が形作られる、そんな関係性がこの作品で生まれました。そしてそれがこの大きな作品を描いていく中で、私の性格や人生にまで影響を与えたのです。ここに登場する人物たちは、日常から神話から記憶から様々なところから来るものです。言うならば、自分の頭の中にある全ての人物をダウンロードしようとしていたのかもしれません。それがここでやるべきことだったんです。描き終えて作品を見たとき、絵の表面に黒い雲のようなものを持ってくる必要があると感じました。そしてこの黒い部分を描いて、やっと作品が完成したと感じました。この資料室では、インドやマイスールに関する資料、作品制作のプロセスで描かれたドローイングなど、NS ハルシャの作品の背景にある
さまざまな文脈を紐解きます。マイスールの説明と言われるとちょっと難しいんです。なぜなら私はいつも私自身がマイスールであり、マイスールも私そのものだと感じているからです。今初めて自分から距離を置いてマイスールについて客観的に語っているので、ちょっと不思議な感じですが、マイスールはインドのごく普通の小さな町ですが、素晴らしい文化的な歴史があり、それがとても魅力的です。文化活動が今も昔もとても盛んなところなんです。ベンガルールやムンバイといった国際的な大都市にアクセスできる町でありながら、その一方で草の根的な村というか、もっとディープで偏僻な場所にもつながっているので、それも興味深いと思います。いわば中間点に位置するマイスールは国の両端にアクセス可能な場所であり、アーティストとしての私にとってとても興味深い場所です。私がマイスールに住んでいる理由はまさにそこにあります。両端にアクセスしたいと思う私にとてもいい形でそれを与えてくれる場所なのです。人類は様々な文明の発展のあらゆる段階でいつも天を仰ぎ見てきました。ハルシャ自身も学生時代は屋根の上に横になってしばしば夜空を見上げ、哲学的思索を深めていたといいます。空を見つめる人々は2010年のリバプールビエンナーレのために制作されたインスタレーションです。床に描かれた人々と一緒に上を見上げてみてください。まるでたくさんの人々と一緒に天の星座の一部になったような気分ではありませんか？果たして自分はどこにいて、世界はどこに向かっているのか？空を見つめる人々は、そんな壮大な哲学的瞑想のために作られた作品です。この作品で使われているのは、193台の足踏み式ミシンです。日本では見かけなくなったものですが、インドでは今日でも日常的に使われています。足踏み式ミシンの上に置かれているのは、国際連合に加盟している193カ国の国旗を描いた布です。ハルシャは多言語、多宗教、多文化の国インドでは国家の意味自体が問われなければならないと考えています。足踏み式ミシンは、国家を成立させているのが人間のエネルギーや労働そのものだということを示唆しています。しかし、子供用の本を参考にして、キャンバスの片面だけに描かれた国旗は、国家という概念の空虚さを表しているようにも見えます。ハルシャは2000年代後半以降、欧米とインドだけでなく、日本や中国などの絵画を参照しながら、床絵や壁画などを描き、絵画の新たな可能性を模索してきました。この作品、ネーションズもまた、ハルシャの絵画の本質に対する問いかけと言えるでしょう。2000年代後半の作品では、絵の中から中心的な物語やモチーフがなくなり、絵画とは何かを問いかける姿勢が見られるようになります。人々の行動観察から生まれる興味深い出来事を起点に、より抽象的、普遍的な世界観が描かれています。時折登場するカラフルな筆使いは、絵画の色や形の象徴から、欧米の抽象表現主義の作品や、アジアの伝統的な筆使いなどを連想させます。バナナの葉にご飯と数種類のスパイス料理が配された南インドの伝統的な食事は、ミウスと呼ばれています。レフトオーバーズ、残り物は、2008年に日本で開催された個展に合わせて制作されたもので、日本の産業史や時代から取り残されつつある
手工芸などへの関心から生まれました。ハルシャは食品サンプル会社と共同で、あえて食べ残された状態のミールスを制作しました。食べ残されたもの、文化的に取り残されたもの、そしてござの上に残された足跡などから、様々な意味を読み取ることができるでしょう。ハルシャは子供を対象にしたワークショップでもよく知られており、知識がどのように吸収され発展していくのか、すなわち子供の持つ可能性に高い関心を持っています。ワークショップを通して子供と時間を過ごす中で、生物学的な身体、そして知識と科学との関連に関心を向け、知識を吸収する有機体について考えていました。誓いは毎朝学校の校庭でお祈りをする何百人もの子供たちから着想を得た作品です。画面下の言葉は次のような意味です。口いっぱいのお祈り、カバンいっぱいの夢。それがあれば私たちは行ったことのない空間へ行くことができるでしょう。背景の宇宙を空と考えるとき、その空に多くの知識が吸収され、新しい価値が生み出されるのです。21世紀は何よりも未来のためにあり、それは経済や文化やヒューマンリソースなど、世界中のあらゆる投資を促すのだとハルシャは言います。未来と名付けられたこの作品は、本店のためのワークショップで制作されました。多くのビジネスマンが働く六本木ヒルズ周辺に暮らす小学生が、どんな大人になりたいかを想像し、その未来の夢を大人用のシャツに描いたものです。夢見るバングルは、2つのバングルが夢を見ているような作品です。2つのバングルはすなわち2つの心を示しています。この作品を一緒に作ったジョーンと私は2つの異なる場所に住み、2つの別々の心を持っています。オーストラリアに住む彼女とインドに住む私が共同でこの部屋を夢を見るようなコミュニケーションの空間に仕立てるというのはとても興味深い試みでした。コミュニケーションとはつまり夢を見るようなシチュエーションや空間がそこに生じることなんだと思います。コミュニケーションのエネルギーは互いに言葉を交わすことから生まれるものです。この作品の形、中央に椅子がつながっている様子は、二人の人間がこの柱を隔てて交流しようとする様子を反映しています。そしてこのターメリックには特別な意味合いがあり、浄化や治癒のため薬として使われることがあります。それが会話を交わそうとしている二人の間に象徴的に立っている。それについてはジョーンにも話してもらいましょう。コラボレーションというものは実に面白いものです。主に平面作品を作るハルシャと立体作品を作る私との共作ですが、コラボレーションをする上でそれはあくまでも技術的な違いに過ぎないと思います。異なる性格、異なるイマジネーション、異なる世界観、そういうものが創造的なエネルギーとなって構築されていくことがコラボレーションだと思うんです。私はハルシャと初めて会った時から互いにそういうエネルギーが働くような感じがしていました。これまで多くの人たちとコラボレーションをしてきました。主にミュージシャンとですが、アーティストとも。ハルシャとのコラボレーションは何よりもまずとっても楽しいということが言えますが、思いがけないことが起きるだろうという感じなんです。それはアーティストとしてとても刺激的なことで、彼のイマジネーションは作品同様に並外れたものだと思います。
常に彼から何かを学べるというか、同じ手法を持ち出すことはないということが、私にとってとても重要なんです。形はどうあれ、お決まりのやり方には落ち着かないということです。ハルシャとは、私が思う最も崇高なアートの形としての即興に一番近づける気がします。また、彼のとてもしっかりとした落ち着いた人柄を心から尊敬しているんです。最も小さい世界と最も大きな世界へ同時に向けられたハルシャの関心は、身近なものと普遍的なものの間で常にバランスを保ちながら作品の中に生かされています。そこではマイスールと世界、急成長する国家の発展と個々の人々の労働など、相対する概念、そしてミクロとマクロが融合した視点が通底しています。本展で最大の作品、再び生まれ、再び死ぬは全長24メートルを超える大作で、全体を一望すると巨大な筆で書いた一筆書きのように見えます。しかし、細部に目を向けると、そこにはおびただしい数の星が描かれているのです。私たちの意識は宇宙空間へと誘われ、その宇宙全体と、そして人が生と死を繰り返す輪廻思想にも思いは至ります。ハルシャの作品には、しばしば望遠鏡と顕微鏡がセットで描かれます。この探し求める者たちのパラダイスでも、ビジネスマンやヨガ修行者、動物、ヒンドゥー教の神々など、様々なキャラクターが望遠鏡や顕微鏡を覗き込む姿が描かれています。これは生まれ持った才能と生きる上で培われた知性や経験のメタファーと言えるでしょう。また望遠鏡を通して世界を眺め、顕微鏡を通して細部を見つめる、そんな視点の交差が感じられるのではないでしょうか。ここ数年の間に描かれたハルシャの絵画では、猿や牛、鳥などの生き物が人間に対するのと同じ目線で描かれ、人々の日常の暮らし、社会的事件、そしてラーマヤナのようなよく知られたヒンドゥー教の叙事詩などが複雑に絡み合っています。この世でモーはインド社会には欠かせない動物である牛をモチーフに描いた作品です。ハルシャは各地の酪農場やマイスールの街中で見かける牛、ヒンドゥー教では神聖な牛とされる原種の牛などを観察し、多種多様な牛を描きました。本作はバイオテクノロジーによる酪農の産業化や、2012年にマイスール市内で人と牛を野生の象が襲った話など、牛と人間にまつわるいくつかの物語や逸話を織り交ぜて描かれています。広大な宇宙空間や世界に生きる一人一人の存在を考えさせる N.S. ハルシャのチャーミングな旅を、展覧会としてはここで終わります。美術館を出て都市の喧騒に戻った時、未知の魅力にあふれた世界は私たちの目にどのように映るのでしょうか。オーディオツアーのご案内は細野晴臣でした。ガイド機はカウンターへお返しください。本日はありがとうございました。